およ今、Amazon プライムで AI のロボットの映画見てんだろ？あや、知ってるよ。ネタバレ注意だよ。まあ、ちゃんとネタバレ注意っていう入れときますから。あれ、面白かったよ。あれ。まあ、今見てると思うけど。あれね、まあ、いろんな視点で角度で見ると、やっぱり、なんだ。検索エンジンを作ったその検索エンジンが Google の名前じゃないんですけど、なんだっけな、ブルーブックだったかな。ブルーブックの開発者すごいね。あれは切れてるね。ブルーブックの開発者、そう、すごい。まあいいや。まあ今見てるしね、どうせ。そう、まあなんかね、あ、いや、あれじゃない、あ、なんか他人の名前を使わないと、他人の名前を使わないらしいじゃないか。さすが。やっぱこの、腕があるやつはちゃうね。他人の名前を借りなくていくと。でもいいんじゃないかな。あやらしくて。あや。いや、僕そうそう。このね、Amazon レビューね、めちゃくちゃ使えるなと思って。これね、僕も要は、動画いっぱい撮ってるじゃないですか。やっぱ、さすがに、やっぱなんかちょっとインプットしないと、インプットほぼゼロだからね。まあ歩きながらインプットしているのもありますよ。僕レベルになると勝手にその宇宙から降りてくるんで、まあ宇宙から降りてくるとゾーンに入って勝手にそのインプットしなくてもいけるんですけど、まあちょっと表面的な情報もちょっと入れとかないといけないんで、まあ映画はいいっすよ。まあ映画いいっすよ。なんか儲かる情報セミナー聞くよりめちゃくちゃ映画の方が勉強になるね。すみません、ちょっと今サイダー飲んだんでゲップが出ました。そう、じゃあ儲かるセミナー情報を聞くよりね、映画見た方がいい。プライムいいだから、あとね、僕ね、そのプライムアフリエイトね、プライムアフリエイターになるよ。ただプライムって多分ね、映画何本あんのかな、多分何千本あるじゃないですか。じゃあ何万本か、この何万本プライムで動画撮れるね。これね、最近僕ちょっとこれいいぞと思って、寝る前になんか一本ちょっと、まあ仕事やりきった後にもう全部動画今日撮ったなと思って、で最後プライムをちょっと見て寝るっていうのが、まあ習慣に全然なってないんですけど、これから習慣化しようかなっていう。で、朝そのレビュー動画を撮るっていう、これいいね、もう映画評論家になれるんじゃないかなっていう。もうプライムの500円を誰よりも回収する、機械損失、誰よりも機械損失しないっていう使い方。もうプライムの500円をもう1億ぐらいに変えていく男ですよ。多分ね、プライムの500円を僕1億円に変えられるんじゃないかなみたいな。どう、あや、1億円に変えられる、俺プライムの500円を1億に変えられる男だよ。あや。すごくないか？あや。あや。いや、でもあれ、よかったよ。そう、やっぱね、これからはね、時代がね、そう、変わるからね。やっぱああいう入れてかないとね。そう、あと、柴田をパクった、あやをパクった僕みたいな。まあでもね、僕ね、救いたいシリーズって結構前から撮ってんじゃないかな。ちょっと撮りすぎて。まあ、あやたん以外にもね、救いたいシリーズだいぶ撮ってるんで、もはやちょっと忘れましたね。最初誰救い、ちょっと見ていいですか？ちょっと、最初救いたいの僕、ちょっと最初救いたいを、ちょっと誰撮ったか今ちょっと検索していいですか？ちょっと救いたい。誰撮ったんだろう？ちょっと検索しますね。あや。俺が一番最初に救いたいシリーズ撮ったの出てきた。これね、2018年、まあここら辺にちょっと入れとくわ。ここら辺に。多分、あやのより前、今見たら。これ、ネタバレ注意。ネタバレしてるね、もうここで。一番最初、この人だね。この人。ファンキー何やってんだろうな。ファンキー
じゃあしっかりと映画見て寝なよ。おやすみ。あや。ファンキー近藤。ファンキー近藤どうしたんだよ。ファンキー近藤どうしたんだよ。昨日お前のために鹿児島合宿のいいところを動画撮ってきたよ。ファンキー近藤。救いたい。ファンキー近藤俺救いたいんだよ。ファンキー近藤どうしたんだよ。